どうもマックス杉でございます。私は本日、表裏に来ております。本日やる内容なんですけれども、ネギ三昧という9月15日から新発売されるネギ好きにはたまらないラーメンとなっております。そちらと、現在あるあんかけチャーハンの、デカ盛りをいただきたいと思います。ちょっと緊張しております。食べきれるのかっていう量が今来てるんですけれども、精一杯全力で制限時間作っていってみたいと思いますので、よろしくお願いします。総重量はおおよそ5、6キロかと思われます。行ってみよう。はい、ということで、もろもろの準備が整いましたので始めていきたいと思います。制限時間45分で行きます。いただきます。用意。まずはネギ。うまっ。甘辛い、あのなんか豆板醤、甜麺醤的な、うん、これマジでうまいやつだ。バリうめえこれ。甘みが効いてますね、辛みと。うまい。あ、初めて食べた、これ今。このネギについた味がスープに浸透してめちゃめちゃまたうまくなってますね。新しい。もやしもくたっててうまい。非常に美味しいです、これ。あ、麺がこっちなんだ。めちゃめちゃうまいじゃんこれ。マジで。甘辛ネギやばうめえんだけど。やっぱマジハイパーうめえです。これいつまでも食べてられる味だ。うん。このネギラーメンは新しいし、そして超うまいわ。本当に超うまいです。
ちょっとブレンドしようかな。改めまして、麺の甘みもマジ辛みに生きてての相乗効果で凄まじくうまい。私僕初めてなんですけど、このあんかけチャーハン食べてみますよ。うわ、すげえ。いただきます。あんかけがちょっと甘い。でとろみがあって、チャーハンを優しく包んでるんですけど、その甘めな感じの味付けがものすごく僕に合うっす。甘辛甘、甘辛甘、いい感じ。これマジ超うめえな。ネギラーメンでこの味ってのは本当初っすわ。ネギラーメン史上初。ポイントは完全に甘さだと思いますね。蓄積されてくるとやっぱ辛いね。
顎がカクカクやりだした。顎関節的な。ちょっと怖いな。多分音入っちゃってますよね。マジでごめんなさい、痛くないんですけど。そっか、顎使わなきゃいいんだ。
というわけでめちゃめちゃ美味しかったです。特にこのネギラーメン、甘さと辛さの共存がすごいこう大好きな味付けというか、後から辛みがじわってくるんですけど、本当に辛ってきたかと思ったら甘さがぶわーって広がりますね。その後に辛って感じなんですよ。やっぱりある程度量食べると辛さ蓄積と言われるだけあってピリピリくるなって感じなんですけど、こちらはあんかけチャーハン、優しい味付けで美味しかったです。ほのかに甘い感じで、はい、という感じのチャレンジでした。いかがでしたでしょうか。本当すみません、途中バコバコ言っちゃって、初めてなんですけど僕こんなあったの、ちょっと不快な思いさせてしまったら申し訳ございません。今のところは痛くないので何の問題もなく、すごい、入れます。という本日は、表裏、今月の15日から新発売されますネギ三昧のチャレンジでございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。まためっちゃうまい、これ本当に天才的にうまいです。